しょ。わかりました。今回はどんな内容なのかしら。あ、この監督さんの名前聞いたことあるよ。テレビ業界では有名な方だわ。主人公は弁護士ということは法廷ものね。あ、募集してるのは主人公の妹だって。結構重要な役なんじゃない。ここ見てください、全国放送ですよ。これはかなり大きなお仕事ですね。もしかして机にあるのが台本ですか。ずいぶん分厚いですね。へえ、見せて見せて。佐都さん頑張ってください。佐都さんなら演じられると信じています。ありがとうイブちゃん。でも簡単に合格できるものではないのよ。なんか佐都ちゃんならできるって思えちゃうんだよね。私も精一杯応援するよ。私も。それは私とあやちゃんが同じ役でオーディションを受けるということですか。あの千里ちゃんはわかりますけど、なんで私なんですか。自分で言うのもなんですけど、私パスパルの中では一番演技に向いていない気が。なんかね、ちょっと読んでみたけど、この役あやちゃんっぽいかも。ほらこのセリフ見てみて。絶対大丈夫、私お姉ちゃんを信じてるから。ってあやちゃん言いそうじゃない。本当ですね、口調も雰囲気もあやさんに似ている気がします。そういえばこの監督は役柄と本人の雰囲気を合わせる傾向があるって聞いたことがあるわ。なるほど、技能と雰囲気のどちらを重視されてもいいように可能性の高いお二人を選んだということですね。受かったとしてもどちらか一人なんですよね。なるようになるって。二人ともピピッと受けておいでよ。台本も結構面白いしさ。そうです、勝ち負けではなく正々堂々勝負することこそが成長への第一歩です。お、イブさんいいこと言いますね。みんなありがとう。私やってみるよ。そうね、一緒に挑戦しましょう。あやさん、千里さん頑張ってください。全力で応援しています。自分も応援します。お二人とも何かできることがあれば遠慮なく言ってくださいね。そう、それならまやちゃんには練習相手として他の役のセリフを全部言ってもらおうかしら。全部ですか。ちょっと台本をコピーさせてもらっても。冗談よマヤちゃん、ごめんなさいね。冗談、びっくりしましたよ。私もびっくりした。もうあやちゃんまで。ねえあやちゃん、お互い自分の力を出し切れるようにやりきりましょうね。うん、ドラマのオーディションは初めてだからちょっと不安だけど、精一杯やって挑戦してみるよ。大丈夫よあやちゃん、私に分かることなら何でも聞いてちょうだい。さすが千里ちゃん、余裕だね。
いいえ、そんなことはないのよ。経験こそあやちゃんより多いけれど、その経験だけで合格できるほどオーディションは甘くないわ。だから条件はみんな同じ。もちろん私とあやちゃんもね。なるほど。オーディションで役を獲得するというのは険しい道を進むということなんですね。まさに武士道です。武士なのかどうかはわからないけれど、いつもオーディション中は緊張感でいっぱいね。でも今回はあやちゃんと同じ目標を目指せるからか、楽しいと思う自分がいるのよね。本当、私も同じ気持ちだよ。千里ちゃんと一緒に頑張れると思うとワクワクしてくるの。なんか千里ちゃんもあやちゃんももう楽しそうだよ。本当ですね。よーし、千里ちゃんと一緒にオーディション頑張るぞー。